モニターの中。最近、新宿のマンションに引っ越したんですけど、そこのマンションは、エレベーターの中が映るモニターが各階ごとに設置されていて、不審者なんかの対策も万全なんです。ある日、コンビニまで行こうと、エレベーターに向かって変なものを見ました。エレベーターってボタンを押すと中が明るくなりますよね。ボタンを押す前に何気に真っ暗なモニターの中を覗き込んだら何かが横切ったんです。目の錯覚かなと思ってその時は普通にコンビニまで行きましたが、それからも頻繁に見るようになって、これ一体何だろうと思い始めていたんです。数日後、今日もコンビニに行こうとしてエレベーターの前に立った時、モニターの中を覗くと、やはり何かが動いた。次の瞬間、思わずボタンを押したんですけど、そこには実際ありえない光景が。それは、女が笑いながら、エレベーターの中をぐるぐる回っているというものでした。次の瞬間、あることに気がついて、部屋に逃げ帰りました。ボタンを押すと止まるのは、この階だと思い出したんです。逃げ帰って、飼っている犬と一緒に、布団にくるまり、朝まで震えていましたが、その間ひたすら玄関に向かって犬は吠えていました。これを読んでいただくと、警察に電話しろと思う人もいると思いますけど、その女、体が半分透けていて、実際、この世のものではないと思います。僕は今、彼女の家に身を寄せて、引っ越しを考えながら、毎日、愛犬と怯えています。監視者。私は、ある地方のお店で働く風俗嬢です。私が在籍している店は、個室のドアに外から覗くためのドアスコープがついていて、セキュリティのチェックや新人がきちんと接客できているかを男性スタッフがチェックをすることがあります。ドアの下には1センチほどの隙間があり、廊下の方が個室よりも明るいので、誰かが前に立っていれば少し見えて、タイミングよくそこを見ていればすぐわかります。その日はもう5年も毎週私を指名してくださっているお客様の予約をいただいていました。そのお客様は大変気さくないい方で、ケーキなどの差し入れをくださったりしていました。いつもと同じように、ドアの方を向いて、肩を揉んでいただきながら、楽しくおしゃべりをしていると、廊下で、コツ、コツ、と足音がし、私たちがいる個室の前で止まりました。ドアの下の隙間からは、こちらにつま先を向けて並ぶ、黒い革靴が見えたんで、ああ、今日はお客様が相当酔っていらっしゃるから心配してくれたんだな。
そう思っていました。やがて90分の約束の時間が終わり、お客様をお見送りしてから個室をセットしていました。灰皿などを片付けていると、すぐ横を子供が通り過ぎたように感じましたが、当然こんなところに子供などがいるはずがありません。疲れているんだな、と思って、個室から、次の予約まで仮眠を取ります、と男性スタッフにコールをし、部屋の照明をギリギリまで落として、横になって休んでいました。すると廊下から、ひたひたと足音が聞こえてきました。とても軽い、裸足のような。あの足音の軽さは、男性スタッフでないことは明らかだし、店の女の子だったら、ミュールのヒールがコツコツ鳴るので、すぐわかります。ごく稀に、忙しい時、裸足でバタバタと、片付けをしている女の子もいますけど、それだったら走ったりしますから、それも違います。そしてその時は、ちょうど平日の昼まで、女の子の出勤が大変少なく、このフロアを利用しているのは、私だけだということを思い出しました。ドア一枚隔てた廊下で、ひたひたという足音はずっと続いています。私は物音を立てないように、気づかれないように息を潜めていましたが、やがて足音は私のいる個室の前で止まりました。私はついドアの下を見てしまいました。そこには、焼けただれて血だらけの子供の両足がこちらを向いていました。私はそのまま気を失ってしまったらしくて、ご予約のお客様が到着したとのコールで、やっと体を起こすことができました。その日は、そのご予約のお客様が帰られてから私も早退し、次の出勤予定を伝えないまま今に至っています。ゴー。自ら命を絶った父親の葬儀の後、不思議なことが立て続けに起こった。見ず知らずの女性が訪ねてきて、あなたの死ぬ時を知っていると言ってくる。またある日、通りすがりの子供に、お前が死ぬ場所を知っていると言われた。俺は気味が悪くなって、知り合いの占い師に相談をすると、占い師は言った。あなたがなぜ死ななければならないのか、その答えを知りたいか。俺は怖かったけど、思い切ってその答えを知りたいと告げると、占い師は言った。あなたは死んで成仏し、千年の時を経て、再び降臨する。死の時は明朝。場所は父親が首を吊った菩提樹の下。父が首を吊ったのは桜の木だったのだが、明朝その桜の木に行くと、8月なのに満開の花を咲かせて、その枝先に死んだ父親の顔がぶら下がっていた。父親は満面の笑みを浮かべて言った。息子よ、
お前は立身出世し、ブッダとなりて、世のすべての憐れみを解け。しかし、俺は生まれたばかりの息子を思い、こう言った。父さん、俺は仏になんかなれなくたっていい。家族のために生きたい。すると、桜の花は一瞬にして枯れて、父親の顔は涙を流した。息子よ、お前は業を背負い生きてゆくことになるが、それでもいいか。そう言いながら、父親の顔は五光に包まれて、やがて枯れるようにしぼんで地面に落ちた。その後、長男が病死して、障害を持った子供が二人生まれたが、俺は誰も恨まずに生きることができた。午後からのあなたの運勢を占う、午後からじゃんけんタイム。それでは皆さん行きますよ。準備はよろしいでしょうか。じゃんけんポン。私はチョキを出しました。ですのでグーを出したあなた、ね、いいですね。硬い投資先でも見つかったでしょうか。硬い人とまた同じになっちゃうんでね。硬い投資先が見つかったんですかね。これは硬いねとか、硬いお馬さんとかね、僕はもうやらないから分かんないんだけど、次のレースは硬いぜみたいなことをね、こじかみでよくりょうさんが言ってました。で、大体爆死してましたね。なんでグーで勝った人のことをね、そこまで、いや、爆死の後に待っているものはきっとね、すごいいいものだと思いますけど、もうなんか言い訳にしかならないんで、グーを出したあなた、ラッキーですね。はい。ということで、今日の、なんだっけ、ラッキーアイテムなんだっけ。今日のラッキーアイテムになりますが、今日のラッキーアイテムはですね、洋菓子でございます。洋菓子。別にケーキとかそういうものじゃなくても、クッキーとかね、もう洋菓子ですよ。あんころ餅とかになると和菓子なので、おはぎとかだと和菓子じゃないですか。みたらしも和菓子じゃないですか。だから、洋菓子ですよ。クッキー、ビスケット、ラングドシャー、ボキャブラリーがない。で、ワッフルとかね、たくさんありますよね。洋菓子を食べて、ちょっと、ほっと一息、紅茶でも飲んでね、ティータイムみたいなね、心の余裕みたいなね。ものを過ごしてみてはどうでしょうか。そんな時間がないという、私もあまりないかな。でもね、お仕事中パクッとちょっとクッキーを食べると、ほんわかした気持ちになると思います。つまらせさんのようにね。まあ、彼女はポテチとかスコンブでしたからね。カルパスとかね。ちょっと洋菓子ではなかったですけどね。この、つまらせさんって誰ですか？わからない方はね、また私のライブとか来てくださると、たまに出てきますからわかると思いますよ。お待ちしております。それでは、またね、おはなるこんでした。